さあ、大林監督、若い子からさらに花を開かせるクリエイターたちの作品、国内外、たくさんご覧いただきました。どういったことを感じられ、どういった点で審査をされたのか、改めて教えてください。ハリウッドならば、アカデミー賞ならば、ここでいつはショータイムというところで、私はアップダンスの一つに同票できればいいんですけれども、弱い80にならんとすぐジジイでございます。このジジイがなぜここに出てまいりましたかと言いますと、私事ながら去年の8月に私の映画人生76年の集大成として映画を作ろうとしたその前日に肺がん第4ステージ余命3ヶ月という宣告を受けまして、ね、本当はもう今ここにいないんですが、まだ生きております。そんなわけで生きてるならば皆様に映画ならではのエンターテインメントを一つお伝えしたいと思いまして、私が密かに大事にしておりました黒澤明、世界を代表する黒澤明監督、私のちょうど親子ほどの年齢ですが、晩年大変可愛がっていただきましてね、私を含め未来の世界の映画人に遺言を残されております。その遺言を私はただ一人胸に温めていましたので、今日それを皆さんにお伝えしようとして、まあ、命がけでここに立っております。さて黒澤明さんもね、実はアマチュアの大先輩なんですよ。黒澤さんも東宝というね、日本の映画界の東宝という会社の社員でございましたから、自由に映画を撮ることはできなかった。会社という制度の中でその商品としての映画を作るために、黒澤さんは自分の自由と自由な表現と戦いながら優れた映画を残してらっしゃった。しかしそれは非常に不自由な映画制作でした。晩年黒澤さんが東宝を離れて黒澤プロダクションという自由の身になられました。その時のことを黒澤さんは私にこう言いました。大林君な、僕も東宝という会社制度から離れてようやくアマチュアになれたよ。アマチュアというのはいいね。どんな生徒にも、いや俺たちの最大国家の戦争という制度にも縛られて何にも表現の自由がなかったけれども、今や僕はアマチュアとして自由に僕の表現したいことをやるんだと。そして黒澤さんは核の問題、原爆の問題、戦争の問題、さらにはご自身が少年時代にあった戦争の暮らし、そういうものを正直に胸を開いてきちんと描かされながら亡くなっていらっしゃいました。